いやだしゃい。この走りは後から撮ったんですよ。そう、ね、でも、なんか撮っても別に問題ないんだけど、一応置いてった。ヒロキはちょっと置いてかもって言ってた。まあ、撮った方がね、開放感もあるからね。そうそうそう。でも、まあ一回ここなくなっちゃえばそんな気にならないかもしれないよ。でもね、ここで支えてるから。ここでこっちで支えられたら、あれだよ。ここの柱だったら撮りたくないんだけど、ここでもあったんだ。撮ってたんだ。いや、そこはね、なかった。もともとあったの、撮ってたんだ。あでも可能性、あ、こういうことか。ここにあった柱を取ったからこれで補強したんじゃない。ああ、じゃあますますダメだ。だからやっぱ取っちゃダメか。だからここにあった柱が邪魔だったから。なんで邪魔だったの。多分だからもっと太いのがあったんじゃない。だからとりあえずこれ抜いちゃったから周りにクイカさんも入れとくべーっつって。そんなんでいい。それ抜いてそこにまた新しくやればさ。あ、だよ、そういう構造ってなんか怖いのは取りたくない。なんでだよ、なんでお尻早くだよ。せーよー。ブレーカーお尻に刺しちゃう。ダメだよ、ダメだよ、お前それは。お前ある意味拷問だぞ、お前。やばい、さあ喜んでんだけど。今日一日で一番喜んじゃってるじゃん。なんじゃ、まさか一番喜んでもらえると思わなかった。これで物理攻撃が一番喜んでる。公平だよな。こりゃそんなこと奥さんに言えねえよな。傷に釘刺されたら喜ぶとか。喜ぶとかさ。ありがとうございます。言えないよ。ブレーカーどうする。今日やってく。やっていかないよ。ある程度自分の中でも考えないと。そうだよね。行き当たりばったりでできる。できないよね。できない。疲れてきてる。いや、俺もダメ。あ、いけ。もうくっついてくれ。せーの。せーの。じゃあ、じゃあ、ここで行こうぜ。せーの。あー、切るの？誰が切んの？ドライバーどこにやるの？はい。せーの。痛い。よし。イエーイ。環境はブラックじゃないでしょ。じゃあ環境、要するに環境はさ、ただ気持ち的には超ホワイトだ。そうそう。メンタルはメンタル、なんだろうね、メンタル部分は超ホワイトじゃん。でも金銭面ブラックだよ。いやだからさ、でもさ、まあそうだよな、金銭面ブラックなんだよな。仕事を長く続けるためにはやっぱりさ、メンタル面怖いそこね、そこ持たないって結局意味ないから。これでもし給料出たらもう最高でしょ。最高だよね、だからね。そうなんだ。マッツンだってさ、俺らがさ、仕事リアルにさ、金払って頼めたらさ、喜んでくるでしょ。それは喜んでくるよ。それはね、お金、それはお金です。お金ももらえるしさ、知らねえ人ち行くわけじゃないからさ。そう、超楽じゃん。しかもね、適当にやってればいい話だから。それは仕事屋さんやってくれ。仕事屋さんなんで。これで金が本当入ってきたらいいよな。まずはさ、社会課題を復活させていただきたいよね。それはね、もう目の前で、もう片手かかってるから、互いの花火大会。でも誰かあれでしょ、なんだっけ、互いの花火大会で2つ撮影他にいるんでしょ。おー、あ、でも一発やっちゃえばさ、そこからはほら、共産、そうです、共産とかがもう集まるじゃん。最初が、あれだけどさ、だここだったらでかいの何があるの、境だったら工場とか、でかいの何。パイロットだね、パイロット。パイロットの工場あんの。あるよ、あ、まあ境、うん、ギリギリ境かな、そこは。あ、そうなんだ。島村です。あー、こっちじゃないんだよ、向こうの島。あ、やった、あれ島じゃないし、やった島でしょ。まあ、やった島ってやった島だけど。でも住所島村なの。いや、多分あそこは島村じゃないと思う。なんだよ。自分で島村って言って島村じゃないと思うんじゃない。まあ、もう12半せっかく私は帰るよ。ありがとう、松田。まあ、でも今日シャツゲットできたからよ。あ、そうね。あ、まず金え、あれ、え、支給。おい、そんな有料企業じゃねえこと知ってんだろ。もうドブラッシュだね。
メンタルだけ超ホワイトっていうドブラックドブ、まあ、ドブ企業だった。遊びたくなったら来てよあ、遊びだから今度は。あっ、これここにさ、フンと殻がいっぱいあるから、うん、天井から全部これ降ってきたやつなんだけど、うわっ、ほら本当だ。これが天井のね、裏に全部びっしりあるから、フンもあるし、でかいね、うん、ネズミじゃない、ネズミじゃねえんだよ、小動物な感じ、妖怪かもしれない、ギアか。あー、そっか、妖怪という小動物なんでよ、なんでね、自分が自分がするんだよ一口の中ずっとやってたから我慢が兄ちゃんの手が戻るよ、何だよ。よし、じゃあとりあえず行くわ。ああ、ありがとう。はい、まあ、頑張って。はい、ありがとう。え、まず金いくらだっけ。わかんねえ。5000円でいいよ、じゃあ5000円ある。